教育普及。でも実は教育普及が面白い。教育普及が重要なんです、実は美術館で。で、そこで必ず展覧会がメインで、教育普及がサブっていうような、なんとなくそういう意識でみんなこう思っているんだけれども、私、やっぱりこれからはその教育普及っていう、ワークショップ的なことがメインになるような、メインっていう言い方は変だけども、そこも同じような展覧会としてのクオリティになるようなことをやれたら、私は美術館として機能してくれると思うんですね。っていうか、そういう美術館やれてるところは本当にないんですよ。必ず、この時も展覧会やってくださいって、展覧会バンってやって、で、最終的になんかみんなと一緒にこう、味をコミュニケーション取れるような、こともやってくださいって言うんだけど、そこにキュレーションがあったり、みんなのアイデアを出し合ったり、こうスタッフたちが真剣にこう時間かけて構築していけば、結果的にそこにいる、そこでしかできないし、そこの町の人たちだったり、そこに来る人たちが主役となって、美術館を活用していけるなと思ったし、で、常に私の意識、それってやっぱり時代的な流れもあって、アートワークっていうのはすごく特権的なアーティストっていうのは芸術を使ってるのは特権的なやっぱ立場であって、メッセージを発信する場だったんですね。でそれがアンチテーゼであったり、もしくはその何かをこう予兆するっていうか、世界が次に混乱とかそういうことをこう言う役目だった芸術家が、それがそうでは今なくなって、どっちかというと現代の病巣に飲み込まれていってるんですね、アーティストも何でもかも。でやっぱ現代って非常に不思議な構造を出していて、でそこからこう何としかしてもこうアートワークで何かこう浮き上がってこう息をしたいと思ってるんだけど、アーティスト自体がその病巣の中に入り込んでるから、どうしてもそこを受け入れない。でも美術館のスタイルっていうか、そのハードの方は同じ形をとっている。アーティストは実はそうじゃないことを感じていて、それのこうすり合わせがうまくいってない感じがする。だから美術館でこう展覧会をやるたんびに、展覧会かってでこうやってもらって終わる、やって終わる、イベントやって終わる、イベントやって終わるっていうようなことで、それがなんかこうそこの場所の人たちとこうきちっと何かにこうなっているのかっていう感じが全く自分の中に残らなくて、それよりだったら、アーティストの作品はその美術家にとっての一つのなんかアイデアとか、そのソースとして使ってもらうとしても、美術家自体が主体となったそのここの美術家のこれこそできるようなその、ワークショップ的なという、言葉がないんだけども、そういうものをきちっとこうそこを重点的にこう作り上げていければ、どんなアーティストが来てもなんか新陳代謝が行われるような